普通にやってるの？いや今日さ、せっかく出かけようと思ったんだけど、ここまで着替えても出かける準備もしてたんだけど、雨降ってるんで、まあ、ちょっとねお家でなんかせっかくだからじゃあデートっぽい感じのことをしていきましょうか。いいですよ。それでよろしいですか？いいですよ。では。こぼしてる。どんだけどんだけがっつりこぼしてるんですか、奥さん。なんかいいじゃん。カフェみたい。カフェっぽいじゃん。コーヒーまで入れちゃって。乾杯。いいねいいね。結構ね2人でスタバとかも行ったりするからね。こういう感じのなんか斬新だね。家で2人でケーキを食べるっていうのはあんましないからね。しないね。ケーキを食べて、次は何ですかね。それはポップコーン、そんなでっかい容器で、そう、海外っぽく、海外仕様で、でこれを食べきったらこれを入れよう。そうですね、結構な量になっちゃった。結構な量あったね。2個食べれると思う。まあ、そうしましょう。じゃあ、カフェタイムも終わったということで、次は映画タイムで、ね、YouTube の兼ね合いでモザイクかかっちゃってるんですけど、2分の1の魔法、あ、ディズニーの、そう、1回見てて2回目なんでしょ。ね、美味しいね。食べるよ。めっちゃ食べれない。でも映画なんてどれぐらい行ってない？分かんない。映画も結構行ってないし、旅行行きたいね。この私が旅行気分を味わえるように、あとでちょっといいものを差し上げましょう。旅行気分、まあとりあえず映画見ましょう。切れません。すごいね。これすごくない？ちょっと。すごいね。ちょっと映画も見終わって。これさ。ちょっとわかるかな？これ撮って。サクヤって言うんだけど。これ自体は、まあ今回ね案件でお話しいただいたものなんだけど。なんでこれをちょっとご紹介ね今回しようかなと思ったかというと。本当に 俺らのさ今までの案件とかだと、まあ、こういう食べ物の案件ってやっぱなかったから、で今回自分で話をいただいた時に、実際 目で見てみて、あ、これは美味しそうだなと、でこれはぜひみんなにもちょっとね、本当に美味しかったら試してもらいたいなっていうのがあってちょっと引き受けました。その日本全国でさやっぱコロナも流行ってて、まあ、旅行にもさやっぱなかなか行けないじゃん、でしょ、そんな中で各地のね、味が自宅でも味わえますというものなんですよ。すごい、はい、ちゃんと綺麗に開けてくださいね。はい、任せてください。日常から離れて旅先で過ごす朝のような特別なひとときを。いいね、素敵だね。俺は好き、こういうやっぱ一言メッセージがあるだけで、なんかすごく素晴らしいと思う。なんかここからもう旅行っていうかさ、なんかちょっと特別な感じが。すげえ見て、お品書き、お品書きも入ってる。すごいね。ね、でこれは今回は多分ねこの京都のセットなんだろうね。ほらね、ほら、サワラの西京焼き、ほら、ね、美味しそう。でこれがほら、おお、随気の水炭、水炭、はい、これね、小松菜と京揚げの煮浸し。そうで、これは俺これ好きなんだよね。大根と柚子の甘酢和え、
で、これがお味噌汁用でしょ。うん。で、あ、すげえ、ネギまでついてくる。すごい。ね。で、あと、すごい。わお、すげえ、見て。何？かわいいレモン。ね、かわいいね。わあ、かわいい。すごいね。これあれだ。さっき見てた、お味噌汁に入れる湯葉。チー好きだもんね。湯葉大好き。で、これが炊き込みご飯に入れる、うん、ね、ちりめんのや元だ。ちりめんだけど。あと見てほら、おお、すごい、お米まで、ご飯までしっかりついてくる。でもさ、これちょっと商品購入の前に伝えなきゃいけないことがあって、うん、これ自体ほらお野菜とかも入ってるから、うん、そう、届いて実際2日ぐらいしか持たないから、うん、例えば自分自身もそうだけど、旅行に行けてないご両親とかね、うんうん、にもプレゼントしたらすごく喜ばれるんじゃないかなと思ったの。あー、なるほどね。そう、喜ぶよ。絶対喜ぶでしょ、うん、確実に受け取ってもらわなきゃいけないから、うんうんうん、その賞味期限とかあるからね、うんうん、その辺だけ、まあ、2日ぐらいっていうのだけちょっと皆さんにお伝えしておきます、うん、じゃあ早速ですね、うん、もうお米の方から炊いていきたいと思うので、うん、うちの奥さんにバトンタッチします。はい、早速お米ですね。どうぞ。ちょうどいい量だね、うん、これがね、2名分だもんね、うんうん、じゃあ早速溶いていきましょう。待て、俺が押す。早く押す。ご飯完了。はい、じゃあまず最初は何ですか。お鍋に水を 400ml 入れて沸騰させます。はい、で今沸騰する前、うん、なんで、ネギを、うん、こう斜めに切っていきます。またネギもね、美味しいんだろうね。あ、すごい新鮮じゃん。 ねすごいみずみずしい。沸騰したんでネギを入れます。はい、お味噌を全量入れて終わりです。で、湯葉は最後にのせるそうです。はい、はい、てかあれだよね、これ今気づいたんだけどさ、うん、ネギしか切るものがないから、うん、まな板を本当1回しか使わなかった。これはもう主婦にとってはね、すごい楽。楽だよね。うん、サワラの、西京味噌をお水で綺麗に流して、キッチンペーパーで少し拭いて、クッキングシートをフライパンの上に敷いて、で弱火で片面8分、ひっくり返して3分焼きます。味噌汁が完成して、ついに湯葉ですね。うん、うん、はい、はい、さてご飯が炊き上がりました。どんな感じでしょうか。うん、すげえ。あ、もうこの時点であれだね、山椒の、めっちゃいい匂いがする、うん、いい香りする。家庭では絶対できない味の匂いがするよね。うん、これは無理だ、ね、これ無理だ、うん、ついに完成しましたね。ちょっと一回、ね、完成品を。くぅ、めっちゃ美味しそうだね。うん、すごい、ご飯といい、めっちゃ美味しそう。それでは食べましょうか。いただきます。はい、どうぞ。何から食べよう。サワラ？何でもいいよ、好きなのから食べて。いただきます。はい。うん、おいしい。おいしい。うん、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 おいしい。うん、おいしいしか言ってませんけど、あなたすごいね。タケノコがシャクシャクしてて、うん、山椒の香りがすごいする。あ、ほんと。うん、いただきます。はい、じゃあ見て、このまず味噌汁をいきますよ。はい、ほら、うわー、すごい美味しそうでしょ。白味噌が濃厚そうな感じだね。美味しそうでしょ。うん、じゃあいただきます。はい、僕は味噌汁から。
あこれはね、うん、美味しいです。なんて言うんだろう、繊細な味だね。やっぱ京都ってだけあってさ、うん、あの分かるかな、薄味ではないんだよ決して、うん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 、味はしっかりしてるんだけど、うん、しょっぱとかそういうことじゃないんだよね、うん、でこの湯葉も、うん、あのなんか天皇陛下とかにも食べてるような、うん、高級なやつなの？そう、それを使ってるんだって。うん、いや僕はこの、ね、大根？うん、甘酢あえ、うん、あ美味しい。うん、結構ね酸っぱすぎちゃうやつとかもあるんだけど、うん、程よい酢加減で、うん、また柚子の香りと甘みがちょうどいいです。なるほど、うん、ご飯を全部食べたくなっちゃうメニューだね。だね、うん、白身魚独特のちゃんとした甘みもあるし、うんうん、やっぱ西京焼き の, その味噌自体が、うん、あのあ甘めで、うん、味がしっかりしててものすごく美味しい、うん、ご飯が美味しいね、うん、美味しい、うん、美味しいよね、うま、これはちょっと作れない味だよねうんま、うん、あの粒山椒の香りがすごいするんだけど、うん、くどくない、うん、そうだね、ほのかに鼻にこう鼻から抜けるね、抜けてく香り、わ、うん、かりますよ。いや俺が全部伝えてるから、ね、いやでも実際これ全部作り終えるまでに、うん、多分ご飯を炊く時間ぐらいの中で全て終わったよね。だよね、うんうん、だからすごい手間がかからないし、こういう高級なお味が食べれる、うん、ちょっと二人で食べましょうか。うん、はい、この食べるときにさ、うん、お品書き、うん、までさ、ね、ここにあってさ、本当料亭みたいな感じ、うんうん、俺らだと京都とかもさ、すぐすぐ行けないし、うん、ワンちゃんとかもいるからね、まあ、あとその大切な人になんかプレゼントするときとかすごくいいかもしれない、うん、でまあ、そもそも何俺たちみたいな夫婦、うん、ご夫婦の方とか、うん、あとはカップルの方とかでももちろんいいし、うん、であとはさっき伝えたように、ね、自分のご両親だったり大切な方へのプレゼント、うん、これって本当さ、本当にだって料亭の味でしょ、うん、これがお家で味わえるんだったらめちゃめちゃいいと思う、うん、あっやべやべはい、こちらもね、うん、プレゼントです。すごいね、全部盛りですねメッセージ付きです。メッセージ付きなんです、これが、うん、ね、いい心から愛してるってここに書いてあるんですよ。いや嬉しいね、なんかまたより春っぽい感じで、うん、いい感じでしょ。これ振ると桜が舞う舞わないと思う。だって普通にいっぱいあるよ。あ、本当だ、やらないよなんか、ああこの中は増加だから大丈夫か、いい心から愛してるメッセージが、そう、いい感じでしょ。うん、いいね、うん、めっちゃ嬉しい。あの料理が苦手なもしね男性の方とかでも、うん、本当にネギを切って、うん、魚を焼いただけだし、それこそパートナーとかにも、うん、なんかね、まあ、こういう、まあ、この風船じゃなくてもいいんですけどなんかねちょろっとさ、うん、用意してさ、うん、サプライズしてあげたら喜ぶんじゃないかなと思った。うん、ね、そうだね、うん、いろんなところのその旅行できて、まあ、各地のご飯とかがあるところなんでしょ。そう、うんうん、ちょっといろんなものを食べてみたいでしょ、うん、まあ、本当に今回案件なんですけどご紹介させていただいたのは本当にいいものだと思ったので、うん、ね、うん、実際めちゃくちゃ美味しいですし、うん、詳細はですね概要欄の方に貼っておきますので、うん、ぜひぜひ気になる方はですね、大切な方へのプレゼント、もしくは自分たちへのご褒美として、うん、購入していただければと思います。お野菜もとりあえず新鮮だった、これは伝えなかったでしょ。新鮮すごいよね、うん、あと今回の商品なんですけども、なんか一定期間送料がですね無料になるクーポンコードとかもですねあるみたいなので、そちらのクーポンコード自体も概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。それではちょっとね、じゃあこれをゆっくり食べましょう。うん、ありがとう。じゃあ皆さんぜひぜひ試してみてください。